はい、えー、今回の YouTuber さん紹介は、レトロキッズというチャンネルですね。このレトロキッズっていうチャンネルはね、私たち昭和40年代生まれにはもうたまらない番組ですね。というのが、当時、小学生時代が主なんですけども、買えなかったおもちゃ、買ったんだけどもなくしてしまったおもちゃ、当時の面白い、そして懐かしいお菓子とかね、まあ、そういったものをね、よく紹介してるんですよ。えー、そうですね、バッタものも結構紹介します。ここが面白いです。 宇宙戦艦マト、そして機動戦士ガンダムこれを中心としたアニメが随分当時は盛り上がっていてねアニメの雪崩のように特に土曜日っていうのは5時半あたりからブワーっとね9時ぐらいまでアニメアニメアニメの連続だったんですよ当然そこに吹っかかってくる CM っていうのはもうものすごくね私たちの心をつかむばかりであと LSI ゲームねゲームウォッチとかなんとかですねああいったものもたくさんあったんですけどももうね楽しくてしょうがないようなそんな少年時代でしたねまあその中でね そのガンダムとかヤマトのバッタノも,も結構出てたんですよ。そのバッタノを、例えばモビルフォース、ガンガルとかね、ああいったものを引っこ抜いてきて、作ってみようみたいなね、コーナーなんですよ。いや、今のプレミアム価格で言うとね、かなりつくんじゃないかなと思いますね。バッタノにプレミアムっていうのがなかなか面白いですけどね。で、そういったものも惜しげもなく紹介して作って、紹介して楽しんで、中にはね、40年前ぐらいのガムを おももちゃの中に入っってててるガムととかを食べみみたみたいななコーナーナがあってとっても危険なんでね視聴者の皆さんは真似しないでもらいたいんですけどもこのチャンネル運営されている方も多分ね今467ぐらいの私とね34歳差ぐらいしかないんじゃないかなと思うんでむちゃくちゃね見てて面白いんですよなんか当時は夢のある時代だったなと思いますよ今の子供たちももしかしたらたくさんの夢はあったかもしれませんけども昭和っていう時代のね中盤から後半にかけて 私たちが駆け抜けたこの日本を通じて見た世界ってのはまさにね、えーまあ、混沌とする現代社会を全く反映してなかったなと私たちが早く一日も早く大人になりたいと思ったそんな憧れの時代だったと思います、まあ、当時を懐かしむ意味でもね私もたびたびこのレトロキッズ見させてもらってますおすすめです